こんにちは、なつばしです。今回は初心者のためのギター講座ということで、ギター練習の時に役に立つアプリ、僕がおすすめするアプリをいくつか紹介していきたいと思います。まず最初に、紹介するのはこのソフト、チューナーライトというソフトです。早速起動してみましょう。こんな画面になってます。最近になって、色を変えれるようになったんだけど、分かりやすい色でやってみましょうか。僕はまあチューナーも持ってるんだけど、ない時はこのチューナーソフトでアプリでチューニングしています。これのいいところはすごくね、正確なんですよ。普通のチューナーよりも正確なんじゃないかなっていう思うぐらいすごく表示が正確です。ちょっとやってみましょうか。針の動きがすごい細かい。こんぐらい。ほとんど一緒かな。はい。こんな感じです。とても針の動きが正確だと思います。すごくおすすめです。次のアプリは、テンポというこの隣のやつですね。これです。早速起動してみましょう。これは単純に、メトロノームですね。今ちょっと音がちっちゃかったな。これで最大です。で、4分の4が4分の3も選べる。3分の8、8分の6。まあ4分の4。もちろん、これタップテンポで選べるし、ここの数字を変えることで、速さを変えることもできます。で、今ここにクリックがありますが、もう一回触るとクリックなしになる。抜くこともできるんだ。もう一回押すとクリックオンがなる。全部にクリックをすることもできるんじゃない？素晴らしいですね。これで、メトロノームでの、練習、メトロノームを使った練習ができると思います。これもすごく便利です。最後に僕がおすすめしたいのがこのオーディポって読むんだと思うんだけど、このソフトです。このソフトが 何がいいかというとですね、耳コピーの支援、耳コピーをするときにものすごく役に立ちます。これはい、著作権の関係があるんで、僕が作った曲を流したいな。あれ、ねえな。あ、ドラム練習。まあ、これはドラムフレーズなので、特に、何かがあるわけじゃないですが、要は曲のどこにでもこういうふうにジャンプできるんですね。で、マーカーが任意の場所につけられます。ここで今こことここにつきましたね。で、そのマーカーつけた場所をループ再生することもできる。これで押すと
ループ再生しています。だからここが苦手なんだよなっていうところを何回も繰り返し練習することができる。でしかも再生するスピードも変えることができる。よく聞くとですね、ピッチは動いてないんですよ。つまり、原曲のピッチのまま遅さだけを変えている。もちろん速くすることもできます。まあこれドラムオンなのでちょっと分かりにくいかもしれないですけども、スネアの音が、音の高さが変わってないのがお伝えできるかなとは思うんですが、こんな風に、ピッチを変えずにテンポだけを変えるということなので、耳コピにめっちゃめちゃ役に立ちます。これがないと僕は耳コピしたくないぐらい、ものすごく役に立つソフトです。このソフトを一つ入れとくといろんなシチュエーションで、すごく役に立つと思います。こんな風に曲がの全部を、いろんなところにこう小分けになってるのが分かりますかね。なので、細かい、曲の、ここのフレーズだけみたいなのも、大きく表示されるので、すごく分かりやすいと思います。普通のプレイヤーの方だと、まあ、これぐらいのほら、動かし方しかできなくて大雑把な動きしかできない。だけれどもさっきのオウリポの方でやればすごく、細かい曲のポイントに飛べるので、ものすごく便利だと思うので、皆さんにお勧めします。今回紹介したアプリはこれは iPod Touch ですけれども、まあ、iPhone とか Android 版もあるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと今は調べてないので分かりませんが、まあ、多分あると思うので、皆さんもぜひ使ってみてください。全部、無料のソフトですし、僕が実際に使ってこれは使いやすいなっていうものばかりなので、僕が自信を持っておすすめします。皆さんもぜひ試してみてください。今回はこんな感じです。ありがとうございました。